はいどうも、キスケです。ということで、ドラゴンボールレジェンズ新キャラクターの性能がもう導入されたんでね、ちょっと見ていこうかなと思います。ピッコロ&孫悟空ということで、レッド属性か。あブロリーと被るんや。まあでも一応反転は持ってるっていう感じでしょうね。なるほど、イエロー属性とブルー属性に有利を取れるようになると。で、射撃タイプなんですね、ピッコロは。打撃と射撃を持ってくると。で、打撃アーツにアーマーなし。はい、アーマーないんですね。で、射撃アーツが、発動時敵が発動する火ダメカット 20% マイナス。ほう、強いな。で、必殺アーツ突進系ですね。特大ダメージを与える。発動時必殺用ダメージ 20%、火ダメカット 50% マイナス。特殊アーツを次にドロー。これさ、最新のキャラクターがね、火ダメカットの効果マイナス 50% は破格じゃね、結構すごいことよこれ。なんか古めのキャラクターが全開覚醒して究極アーツに火ダメカット 100% マイナスがつくみたいなのは結構恒例になってきたけど、最新キャラクターで 50% マイナスは結構火力出るんじゃないかこれ、多分やけど。で、範囲特殊ね。そう、また範囲特殊なんやからマジで。発動時、気力を40回復、チェンジゲージ 60% 増加、余ダメージ 25% アップ。ヒット時カード1枚ドロー、特殊カバチェン無効10カウント。はい、だろうね。で、チェンジアビリティですね。悟空にチェンジ、属性を反転、特殊アーツをドロー、体力 15%、 余ダメージ 15% アップ。で、Z アビリティが再生孫一族劇場版と。で、バトル開始時またはタックチェンジで登場すると、チェンジゲージ 100% 増加。ほう、なるほど、まあそういうことか。すぐにチェンジできるよっていう感じですよね。で、余ダメージ 110% アップ、サイヤ人孫一族に対する余ダメージ 20% アップ、火ダメージ 70% カット、泥足1段階アップ、射撃コスト10ダウン、体力非回復量 15% アップ。で、悟空にチェンジするときリセット。場に出た時タックチェンジで登場すると、気力35回復、余ダメージ 80% アップ、衝撃属性の衝撃属性に対する火ダメージ 10% カット、気力15減少、手札1枚破棄、ライジングラッシュ封印3カウント。おー、ライジング封印うざそうやなこれ。なるほど。で、場に出てタックチェンジで登場してから3カウント経過するごとに、以下の効果が発動すると、気力15回復、余ダメージ 10%、 上限 40%、 必殺余ダメージ 10%、 上限 40%、 交代時リセット。で、打撃射撃ヒット時カード1枚ドロー、交代時またはタックチェンジ時、体力 3% 回復。なんだこれ。ああ、これがリセットさ、カードドローの効果がリセットされるよっていうことか。で、体力 3% 回復、余ダメージ 15% アップ。結構火力出そうじゃない。で、余ダメアップすげえ持ってるぞ。で、打撃アーツに対する特殊カバチェン、場に出てる時敵がカバチェンすると気力30回復、泥足1段階アップ、必殺アーツ封印。あー強い、必殺アーツ封印はこれは強いね。敵の手札を1枚封印5カウント。場に出てる時敵がアーツカードを使用するたび余ダメージ 5% アップ、上限 20%、 気力回復速度 10% アップ、上限 20%。 で、場に出てる時敵のアーツによる攻撃を受けた時体力 10% 回復、チェンジゲージ 20% 増加、気力25減少、泥足1段階ダウン。これは発動回数1回か。で、リセットは可能と。で、場に出てる時敵が究極覚醒ライジングラッシュ発動時
うわー、敵の状態強化、消去。持ってるよなそりゃ。そうか、うん、火力出そうだなっていう印象ですかね。で次悟空もまあ射撃タイプ、ステータスは全く一緒ですね。はい、打撃圧、射撃圧も一緒で、必殺アーツも一緒やな。うん、一緒だ。で特殊アーツが違うんですよね。ピッコロは範囲特殊やけどこっちは違うと、気力40回復、チェンジゲージ 60% 増加、バニシング 60% 回復、湯ダメージ 25% アップ、特殊カバチェン無効10カウント、敵の手札の特殊アーツ全て破棄。おー、強い強い特殊アーツやなこれ、モリモリっすね。でチェンジアビリティ、ピッコロにチェンジ、属性を反転すると。で特殊アーツをドロー。特殊アーツドローすんのマジずるすぎやろ。体力 15%、 ヨダメージ 15% アップ。でこの辺はあれかな、ちょっと違うか。ピッコロがサイヤ人とその一族に対して、こっちは再生と強大な敵に特攻を持ってると。でそれ以外はまあ一緒って感じか。場に出るもしくはタックチェンジで登場すると、気力35回復。ああ、この辺も一緒かな、一緒やね。で3カウント経過するごとに気力回復、余ダメージアップ、必殺余ダメージアップ。まあこれも一緒か。ピッコロ体力回復とかじゃなかったっけ、あ気力か、まあいいか、一緒か。能力全能力ほとんど一緒じゃね。うん、この辺も一緒だ。はい、で、打撃に対する特殊カボチェンで、場に出てるとき敵がカボチェンすると気力回復、泥速アップ、必殺封印。うん、手札一つ封印、一緒やなおい全く一緒か。場に出てるとき敵がアーツカードを使用するたびに、あここ違うんじゃない、あれこれ一緒か、俺見間違えとった、もしかして。あ、俺が見間違えとったわ、自分自身の余ダメージやと思ってた、味方か。あ、まあこれも一緒か、じゃあこれも一緒だ、能力が。で場に出てるとき敵の圧による攻撃を受けると、まあ、体力回復とかね、気力減少とかドロスクダウンとかがつくと。はい、一緒だな。で、敵が究極覚醒ライジング打つと状態強化消去。うん、なるほど。いやどうだこれどうだろうな。いやあのね、いやもちろん弱くはないと思いますよ、だって最新キャラクターやし。けどそのまず通常スパーキングっていうのがあるじゃない、リミテッドではない、ウルトラでもない。でかつなんかシンプルなさ、火力特化型のキャラクターでしょ通常スパーキングで。そういうキャラクターでね、なんか長生きした試しないと思うんだよな俺。そこが問題ですよね。だって火力取るんやったらウルトラ使えばいい話でしょ正直言うと他のリミテッドとかでもね全然代用できるし。まあでも一応ね、なんか妨害性能もねちょこちょこあるんすよね。ライジング封印したりとかで、この状態強化の消去、これは強いよねやっぱ。まあだからぐる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 回して、まあ、チェンジアビリティのタイミングで特殊アーツ引っ張ってくるっていうのもやっぱ強いかな。なるほどね。はい、てな感じでした。ではお次、ガーリックジュニアの性能を見ていきましょうということで、パープル属性ですね。パープル属性、はい、ステータスはこんな感じ。防御タイプですね、打撃と射撃を持ってくると。うん、で打撃アーツはアーマーなし、打撃用ダメージ、味方の打撃用ダメージ 10% アップ。それは射撃は射撃バージョンやね。デスダンス、必殺アーツですね、遠距離タイプ、特大ダメージを与えて発動時バニシング 100% 回復、発動時かで、必殺用ダメージ 30% アップ、ヒット時打撃射撃のコスト20アップ、20カウント、長いね。で特殊アーツ、気力40回復、余ダメージ 20% アップ、
打撃圧をすべて破棄、ドラゴンボール一つ減少。便利やな。まあだからなんかね、中距離でうろちょろしてるタイプの敵に特殊圧ぶっぱしてタックルからコンボつなげれるみたいな、そういう感じよね。でメインアビリティ、スーパーガーリックジュニアに変身すると、はい、迫力やばかったよ。ハンマユージロやったよマジで。自身の手札を全て破棄して打撃圧4枚ドロー。まあ変身後に特殊カバチェン無効とかついてんのかな多分。で体力 30% 回復、気力80回復、能力低下状態上を解除、敵全体に待機カウント5カウント付与。で Z アビリティが劇場再生強大な敵。でバトル開始時余ダメージ 100%、 非ダメージ 70%、 気力回復速度 40%、 1カウントごとに体力回復、受ける非ダメージの属性相性不利を無効化、40カウントを。リーダーの場合、ほう、自身がリーダーの場合以下の効果を発動する、自身に待機カウント1カウント短縮、味方に状態異常の発生2回無効、味方に能力低下の発生2回無効の状態強化を付与する。あ、強くね強くねえか、それは無条件だ。まあリーダーにする必要はあるけど、あ、でもリーダーにするってことはゴジータ4と組み合わせることはできないって感じか。まあ色かぶってるしな、そもそも。で場に出ると、手札3枚以下の場合カード1枚ドロー、気力20、余ダメージ80、味方の待機カウント1カウント短縮、敵全体に打撃射撃の威力 10% ダウン、究極覚醒の威力 40% ダウンの能力低下を与える。ドロ速アップなくね。変身後か、控えに戻る際手札3枚以下の場合カード1枚ドロー、待機カウント5カウント短縮、味方の再生の余ダメージ 15% アップ、劇場版の気力回復速度 50% アップ。で射撃に対する特殊カバチェン追撃は可能。場に出てるとき敵がアーツカードを使用するたび体力 3% 回復、余ダメージ 10% アップ、敵の気力5減少。敵が使用したアーツの種類によって以下の効果を発動する。はい、なんか特殊やなこいつ。打撃射撃使用時、気力回復速度 30% ダウン、特殊アーツ使用時気力35減少、必殺アーツ使用時体力 10% 回復、究極覚醒アーツ使用時味方の体力 10% 回復。おー、このさ、覚醒アーツ弱体化すんのやめてあげてマジで誰も持ってないやん。まあ先を見越してってことだと思うんやけど、知らんうちにめちゃくちゃ弱体化してるよね。で、場に出てる時敵が必殺究極覚醒アーツまたはライジングラッシュ発動すると味方の待機カウント4カウント短縮、控えにいるとき敵が必殺究極覚醒ライジングラッシュ発動すると自身の待機カウント4カウント短縮。味方を見捨てることも自分が場に出て防ぐこともできるっていう感じか。なるほど。じゃあ変身後のステータス見ていく。はい。うわー、上がったね。打撃攻撃力半端ないね。当然アーマーついてるよね。で能力はそれ以外は一緒やね。デスインパクト、突進系になりました。大ダメージ、特大ダメージを与えてバニシング回復、必殺ダメージアップ、打撃射撃のコスト20アップ、一緒か。デススマッシュ、突進系やね。気力50回復、余ダメージ 20% アップ、特殊カバチェン無効10カウント、敵の状態強化を消去、ヒット時手札3枚以下の場合カードを2枚までドロー。強い。私は死なんと言ったはずだ。メインアビリティ、必殺技をドロー、体力 20% 気力50、踏ん張り無効15カウント、必殺余ダメージ 50% アップ。で変身時余ダメ 20%、 打撃余ダメージ 40%、 衝撃爆発属性に対する被ダメージ 10% カット、体力非回復量 30%。 あ、踏ん張りだ。踏ん張り 25%。 受ける被ダメージの属性相性振り無効、敵が発動する手札破棄の効果を無効、場に出た時、手札3枚以下の場合カードを1枚ドロー、
気力40回復、味方の待機感度1感と短縮、敵にドロ速ダウン、打撃射撃威力 10% ダウン、究極覚醒の威力 40% ダウン。はい、長えな。控えに戻るとカード1枚ドロー、再生とエピソード劇場版を強化で、打撃アーツを使用するとドロ速1段階ダウン、アップ。なるほど。打撃アーツヒット時打撃用ダメージ 20% アップ、必殺コスト3ダウン。特殊カバチェン無効は特殊アーツだけか。打撃カバチェンで敵の攻撃終了後体力 10% 回復、場に出てる時敵がアーツを使用すると体力 3% 体力 3% 余ダメージ 10% 気力5減少、で敵が使用したアーツの種類に応じてっていう能力は一緒ですかね、多分。まあ、若干強化されてるみたいな感じかな。そんなことないか。うん。で、控えにいるとき敵が究極必殺覚醒アーツライジング打つと待機カウント4カウント短縮と、みたいですね。なるほど。いや、これ変身後さ、確実に打撃4枚持ってくるじゃない、これ手札すべて破棄やから。だからなんか場に出て特殊カバチェン無効つくんだよみたいな能力なのかなと思ったら、そんなことないんや。これ捕まるくね、捕まるよね確実に、特殊カバチェンで。なるほどね、結構まあ特殊なんや。ってな感じでしたかね。はい、引きますか皆さんは、どうですか。コメント欄で教えてください。お疲れさんでした。バイバイ。